泉へ訪れる巡礼者、ザムザムの泉とは、サウジアラビアにある聖地真っ赤のマスジド・ハラームにある泉である。古くから真っ赤の貴重な水源であり、イスラム社会においては聖なる泉とされている。ザムザムの泉から湧き出る水は、ザムザムの水と呼ばれ、イスラム教における清水のようなものとして扱われている。巡礼に来たムスリムは、ウムラの儀式が終わると、 ザムザムの水を飲むのが通例とされている。この水は販売目的での国外への持ち出しはサウジアラビアの法律によって禁止されているが、巡礼者が個人的に持ち帰る分には自由であり、巡礼者の代表的な土産物になっている。真っ赤の周囲にはザムザムの水を売る店が多数ある。一部の航空会社では、 ザムザムの水の機内持ち込めに関して荷物の重量制限から一部除外するなど特別な規定を設けているところがある。泉の発見は、ハチャルが息子、イスマーイールのために水を探し求めているとき、イスマーイールの元を訪れた天使が翼で地面を叩くとその場所から水が溢れ出た伝承に由来する。イスラームの預言者、ムハンマドの時代より十数代前に、 メッカの構成員であった、ジュルフム族とクライシュ族のその一キなアナ族等との間で争いが生じ、ジュルフム族は真っ赤から追放される時に、カーバから黒石を持ち出し、ザムザムの泉も埋めて、イエメンへ去ってしまったという。その後泉は塞がれて所在がわからなくなってしまったが、アッラーからの無告を受けた預言者、ムハンマドの祖父アブドアルムッタリブによって泉が再発見されたという。 以後泉は、アブドアルムッタリブの一族が管理し、アブドアルムッタリブによって、泉の水はカーバをモーデル巡礼者に供されるようになったと言われる。土産物として売られているザムザムの水泉の水はポンプで汲み上げられており、やや塩気のある味がする。電動式のポンプで汲み上げられた水は、マスジドハラームの噴水に利用されるほか、タワーフが行われる場所の近くで容器に詰められている。 水に含まれる成分は、キングサウード大学の調査により、一家のように測定された。8世紀の伝承学者、イブン・イスハークが伝えるところによると、幼いイスマー・イールが、喉の渇きに苦しんでいたため、ハジャルが水を求めて、周囲を歩き回っていると、アッダーは、天使ジブリールを使わし、ジブリールが大地をかかとで踏むと水が湧き出したという。ハジャルは、猛獣の声を聞いて、 息子イスマー・イールが心配になり駆け寄ると、イスマー・イールは、頬の下に湧き出た泉の水を手ですくって飲んでいた、と伝えている。95ページイブンイスハーク、予言者ムハンマドデン、95から97、129から135ページ、橋本、ザムザム、岩波イスラーム辞典四415ページ、ザムザムスタディーズリサーチセンター。 サウディジョバロジェクルサーベイ2005年2月5日時点のオリジナルよりアーカイブ2005年6月5日閲覧 Nwa Else Here, I.R.A. Comparative Study Between the Chemical Composition of Potable Water and Zamzam Water in Saudi Arabia KSU Faculty Sites Relieved August 15 2010ありがとうございます